タート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは北三ブラック、セイウンスカイ、大宅ヘリオス。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。セイウンスカイ先頭に立ちました。差がなく北三ブラック、激しい先頭争い。内から行く大宅ヘリオス、2馬身差西のフラワー。5番手にはオグリキャップ、エルコンドルパサー、ここにいた。その後ろからアグネスタキオ、その後ろアグネスデジタル。2馬身3馬身開いて第1ルビー。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大宅ヘリオス、ここで抜け出した。さあ外から先頭を伺うのは大宅ヘリオス。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはセイウンスカイ。残り400、追い上げてくるとはまだ2馬身後ろ。抜け出したのはセイウンスカイ、だが後続も追いすがる。先頭は依然セイウンスカイ。残り200、セイウンスカイ苦しいけど粘ってる。大宅ヘリオス並んできた。大宅ヘリオス今ゴールイン。勝ったのは大宅ヘリオス。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはセイウンスカイ、3着アグネスデジタル。